こんにちはマサです今日の金価格は1万121円なんですけどまたまた最高値更新しました一番大きな要因は円安なんですけど147.8円ぐらいですかねかなり円安になってきてます一方でドル建て金価格は1925ドルぐらいなんですけど金利が高いのになかなか下がっていきません 金の第一人者池水さんが言ってましたけど価格形成に対して西側諸国の影響力が小さくなっているんじゃないかって言ってました最近で言うとシンガポールの中央銀行がたくさん金を買ってますあとはやっぱり中国です金の採掘量が世界第一位っていうのもあるし あとは輸入もしてますからね中国の中央銀行は民間銀行に対して金の輸入枠を割り当ててるんですこの銀行は5トンこの銀行は3トンみたいな感じで輸入枠を決めてるんですそのせいで金の価格が歪みやすいんです現在のドル建て金価格は

増やしすぎると減安になってしまうんです中国元を売ってドルに変えてそれで金を買うわけですから減安になってしまうんですだから輸入枠を増やせないんじゃないかと池水さんが言ってました現在中国では不動産バブルが崩壊しているしあとはシャドーバンクも崩壊しそうだとこういう信用不安があるわけです だからゴールドを買うんでしょうね。私が中国人だったら絶対ゴールドを買えますからね。銀行預金でも小さい銀行だと引き出せないこともありますから怖いんです。ということで今後金はますます面白くなってきそうです。今までの常識が少しずつ変わってきてます。ドルの終焉が 始ままったような感じがします。もちろんすぐではないですけど20年30年かけてドルは衰退するんだろうなって思います。では以上です。ご視聴ありがとうございました。